はい、皆さんこんにちは、林です。本日はですね、以前もですね一度お話をしたんですけど、このブッキングドットコムがですね、宿泊施設側への売上の入金をねしばらく未払いであったというところがですね、かなり大きくニュースになっておりましたが、こちらがですね一応解決したというところでですねニュースになっておりますので、本日はねこちらの方をご紹介してみたいと思います。もし本日のラインご興味ある方はで最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。 Booking.com のね、料金未払い問題でほぼ全ての支払いが完了、遅延の保証金も入金確認後方ならば裁判取り下げというところで、ね、ニュースがありましたけども、先日ね私が一度取り上げられた未入金の問題なんですけども、まあ、あれからもう結構3週間ぐらい経っていると思うんですけども、ペイメントが遅れてきたというところで今回入金ができたということで、まあ、こちらまで良かったんじゃないかなというふうに思います。ただね、この理由がシステム更新により一部のみで支払いが遅延しているということでありますけども、システム更新によりって言いますけども、ちょっと怪しいですよね。っていうか、まあ、これからの規模の会社になりまして、こうやって日本でね、ホテルのオーナーたちがね、団体で訴訟を起こしてる、これって企業にとって本当にいいイメージでないはずなので、すぐにでもね、火消しに行きたいわけだと思うんですけども、それをずっと支払いをされず、もうやっぱ3週間ぐらいですね、ブッキングドットコムのニュースになって、この会社やばいんじゃないか、倒産んじゃないかっていうことですね、多くの人がですね、騒いでいたわけですけども、これ会社にとってね、本当にブランディングにとって何も良くないことだと思うんですね。システムのね、問題があるんだったらすぐにでもね手動での処理とかでもですねちゃんと払えばいいのに、まあ、それがねここまで時間かかったっていうのはですね、キャッシュローが問題があったんじゃないのかなってね疑われてもねおかしくないんじゃないかなというふうに思います。今回のね事件を受けてですね、我々も民泊事業者としてもですね、一つのプラットフォームで、まあ、依存してこう予約を取ったりとかするのも非常に危険ですし、やはり少しね運転資金を残しておかないと、もしこういった支払いのホールディングとかがねプラットフォームがしてくるともうかなりきついと思うんですよね。 Airbnb とかもですね最近ちょっと実はやってまして、なんかいろいろ書類を出すまでは支払いをちょっと停止するみたいな感じになったりとかして、まあ、ホスト側がちょっと苦しんで行ったり来たりたらい回せにされながらですね1ヶ月近く入金がされなかったというねケースもありました。なのでキャッシュフローっていうのはですね、我々事業者にとってもね非常に重要なことでありまして、やはりこう家賃とかですね光熱費とか、まあ、清掃代とかいろんな支払いをしなきゃいけないわけですから、その支払いをするための資金っていうのはですね、この売り上げですごく依存しているっていうのはね、まあ、これ普通のことですので、それが入金されないっていうのはね本当に生命線にかかることになります。だからもう1ヶ月以上とかですね支払いを止めていたこのブッキングドットコムの罪ってねかなり大きいと思います。プラットフォームであるまじき行為だというふうに思います。ただまあね、こういうことが実際起きているということなので、一つのプラットフォームに依存しないとかですね、自社でもどんどんこの部屋を売っていったりとかして、自分の決済システムでまあ料金を回収したりとか、ちょっとリスク分散をしていかないとですね、特にこういった宿泊の施設っていうのはですね、家賃も人件費とかいろんなコストが高くつくわけですよ。キャッシュローが止まってしまうと、それがね一気に払えなくなってくるということになってきますので、これはね重要な問題ですので、今回ブッキングドットコムはこのようなことになったわけですから、私であればねブッキングドットコムの利用を掲載をねしばらく様子を見るとか控えると、これをしたいと思いますね。はい、なので今回本当にブッキングドットコムにとってもですねネガティブなイメージがかなりついてしまったということで、それをねもっと早く解決すればよかったのに、解決できない何かがあったのかと言いますと、やはりブッキングドットコム自体がですねこのキャッシュフローの問題があったのかもしれませんし、まあ、その辺はですね二度とねもう起きてほしくないなというふうに思っております。はい、ということですね、今回実はこの団体顧客なんですけども、私の知り合いもですね一緒に訴訟を起こしておりまして、まあ、本当にね心配そうだったので、やっぱりかなり私も解決してよかったなというふうに、ね、思っております。それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったと思ってくれて、ぜひいいねをお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からお願いします。Twitter の方もですねこちらの方からフォローしてくれ幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.